ノーザンブリティッシュコロンビアトンプソン・リバーズ・バンク、バー・アイランド、ロイヤル・ローズ・ビクトリア・カナダ・ウエスト・クエスト、フレイザー・バレー・トリニティ・ウエスタン・キャピラの、エミリー・カー・ブリティッシュコロンビア・クワントレン、サイモン・フレイザー・ブリティッシュコロンビア州積点は、各大学のメインキャンパスの位置カナダの、ブリティッシュコロンビア州には、11校の公立大学と4校の、私立大学がある。ブリティッシュコロンビア州で、 中等教育機関が新規に学位プログラムを設置する際には、同州高等教育省による承認を受ける必要がある。また、私立機関が州内で学位授与を開始し、教育目的で機関名にユニバーシティを関する場合においても、同省の承認を受けなければならない。現在、州内で最も人口の多いメトロバンクーバー地域には、キャピラの大学、 エミリーカー美術大学、クアントレン工科大学、サイモン・フレーザー大学、ブリティッシュ・コロンビア大学の5校があり、また、バンクーバー島には、ロイヤル・ローズ大学、ビクトリア大学、バンクーバーアイランド大学、カナダ・ウエスト大学の4校がある。キャピラノ大学、クアントレン工科大学、バンクーバーアイランド大学、クエスト大学は、学部教育に重点を置いている。 州内最古の大学は、1908年に創立した、ブリティッシュコロンビア大学である。2008年9月1日には、キャピラの大学、エミリーカー美術大学、クアントレン工科大学、フレーザーバレー大学、バンクーバーアイランド大学の5校が正式に、大学として認定された。各大学の在籍学生数は、クエスト大学の80人から、 ブリティッシュコロンビア大学の45,484人まで様々である。ブリティッシュコロンビア大学ロイヤルローズ大学トリニティ、ウアスタン大学。ありがとうございます。